議会でのため。まさか。宴はすでに始まっている様子。この大変な時にのみで騒ぐなど不謹慎です。心の緩みが規律を乱し敗北を生む。現に処分せねば。かくか、おなごと楽しく飲んどるっちゅうのは本当か。わしも混ぜてくれんか。ええ、どうぞ。しかしいいのですか。美しい奥方さんをお呼びした方がいいのか。行こう。わざわざそんなこと言われても。さては宴を独り占めするつもりじゃな。ちょっと煽っただけで我が輩の読み通り。皆の規範たる姿勢崩してはならない。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。お嬢さん、よければ一緒に楽しまないか。ここは秀吉殿に任せて二人きりね。わしの目を盗んで女子を口説くとは、まったく油断も隙もない男よ。口説くなんて二人とも不埒です。リナが成敗いたします。わしが間違っとった。女子を口説くなら男前のいないところに借りろ。待ってください、しっかり反省してないじゃないですか。いろんな意味で楽しい。さて、女性たちの元に戻って続きを楽しもうかな。ハクカ殿の遊びでせ、あの程度の処分では治らぬか。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。今夜は無礼講だ。浴びるほど飲むぜ。いいんですか、長吉さん。あんなだけでいろいろ失敗してるでしょ、マジで。どうした？てめえ、俺が小石で言おうと思ってんのか。酒を置いただけで我が輩の思惑通り。酒癖の悪さじゃ、マサノリが一番よ。飲みすぎて家宝を奪われたくらいだからな。何の何の、張飛殿は酔って城を奪われとるわ。今こそ攻め立ててやろう。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。ドキさん、ドキさん、聞いてくださいよ。長吉さんに絡まれてマジ超迷惑っす。何しよる。おめえが先に突っかかってきたんだろう。目に余る泥仕合に即刻止めれば。ちょっと待て、手気分悪くなってきた。マジ俺帰るわ。酒に飲まれていた。遠かすぎて言葉も出ない。なんで酔いが冷めちまったじゃねえか。もう一遍飲み直すか。まだ飲むんですか。もうお酒はダメです。またお前と戦える日が楽しみだ。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。
お待たせしました、我が君。いやだ、とんだ人違いですよ。誰かと思えば、私もあの人と待ち合わせなの。邪魔者は帰ってくれる。それはこちらのセリフですわ。我が君とのひととき、誰にも邪魔はさせません。立ち合わせにしただけで我が輩の狙い通り。お前こそ真の三国無双。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。ずいぶん品のない格好ですけど、もう少し慎みを持たれたらいかが。よかろう。耳障りな笛で男をたぶらかす人が品に語るなんて。あなたはどう思う？品があるのはどちらかしら。それは喧嘩両成敗。それがイナの答えです。なぜ私がこんな目に遭わねばなりませんの。不愉快ですよ。いえ、あの、すみません。倒されるなんて。遅いわね。今日は来ないのかしら。あの人のいない宴なんて物足りないわ。ここまでかき乱しておいて物足りぬ。計り知れぬ女性よ。乱闘は収めた。無事に役目を果たせ。ですがこの状況、むしろ荒れ放題と思えるのは気のせいでしょうか。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。お楽しみでしょうか。あれに荒れた宴、すべて我が輩の筋書き通り。あとはのこのこやってきた信長を混乱に紛れて撃つだけである。まさか全てはあの人が仕組んだことだと。許せません。今こそ攻め立ててやろう。貴様、望み通り招かれてやった。ウヌの宴に。様って随分大勢お一人でとお伝えしたはずですが、多勢の方が面白かろう。宴の余興はこれから。慣れちゃってたなら仕方ない。物どもかかれ。一気に信長撃て。死因を晴らすためにこんな大馬鹿に咲く。しかも気づいてそれに乗り乱闘を起こすと、両者とも見過ごすわけにはいかん。私たちも利用されていたんですね。そうとも知らず騒ぎを大きくしていたなんて。裏グマ稲田、我らに課された役割は厳正なる処分を下すことだ。ここは逃げるしかない。我が輩は諦めんぞ。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。天下無双の勇士拝見しました。死闘に兵を割き軍旗を乱した。許されざる。軍旗などで信長様を縛れるとどうであれと、いっそ苦労はありません。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。
駆使し退ける。使う余裕もないか。皆の規範たる姿勢崩してはならん。この背中を目標にする者が多くいるはずだ。策としていながらなぜ煽るようなことを。理由など知る必要はありません。満足。信長様の命ならば乱はどこまでもお供します。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。今こそ攻め立ててやろう。ドッカン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 。最後ドッカンの仲間よ。ドッカン。お前と戦えるのが楽しみだ。ドッカン。我が軍に挑め。この信長を楽しませてみよ。乱を楽しむとは不謹慎だ。この武軍則が厳罰に処する。悪すぎたか。鬼に金棒と行くか。行こう。バカな。私が負けただと。皆の規範たる姿勢崩してはならん。その背中を目標にする者が多くいるはずだ。今度こそ騒ぎは収まったようですね。しかし我らにも騒動を大きくした一員が処罰を受けねばなるまい。そうですね。では誰かに厳罰を下してもらいましょう。すっかり遅くなっちまった。俺とこのまま勝ちの波に乗るぞ。